ヘベリウスによる月面図セレノグラフィア1645年を発表。科学的観測史上最も早くに作られた月面図の代表的一つ。彼が名付けた月の地名のいくつかは現在も使われている。月の輪郭が二重に描かれているのは地球から見た月の位置的揺らぎの限界を示したものである。ヨハネス・ヘベリウスはポーランドの天文学者。 月の地形学の創始者とされる。小木爪座、小地下座、縦座、トカゲ座、山猫座、六分ギ座、両剣座、ケルベルス座、小三角座、マエナルス三座という十個の星座を設定したが、これらのうち、先の七つは、現在も使われている。ポーランドリトアニア共和国のグダニスクにて、ボヘミアから移住して醸造所を営む家庭に生まれた。ギムナジウムで学んだ後、 オランダのライデンで法学を学ぶ。その後、イギリスやフランスを旅し、ピエール・ガス・サンディ、マラン・ベルセンヌ、アタナシウス・キルヒャーラと交流を持った。1664年ドイツ人として、初の王立協会のフェローに選出。1673年、レンズの直径15センチメートルで共頭にあたる、部分の長さが45メートルにもなる空気望遠鏡を製作し、公開で、 天文観測を行った。この望遠鏡、ヘベリウスの空気望遠鏡は彼の代名詞であり、また空気望遠鏡といえば、ヘベリウスの名が第一に挙げられる。あまりに巨大であったために、風や振動の影響を受けやすく、観測はうまくいかなかったようであるが、1682年に到来したハレー彗星の観測では成果を上げている。 1679年9月26日、ヘベリウスは火災によって自宅の天文観測装置及び書物を失った。六分ギザはこの時失われた観測装置を忍んで設定したものである。その後まもなく復旧作業を行い、翌1680年12月のキルヒ水星の観測には間に合ったが、先の災禍に原因する精神的ショックから健康を損ない、 1687年、誕生日である1月28日に万76歳で死去した。1652年、1661年、1672年、1677年と、ヘベリウスは、生涯に4つの水星を発見している。このうち、1661年に発見した水星は、後に 153P、池ヶや、超水星と同定されている。 1668年には観測結果をまとめたコメトグラフィアを出版している。ありがとうございます。